今日も岡本選手をファーストでスタメン起用し、サードに門脇選手を入れてきました。門脇選手はここまで左投手に対して7打数5三振と結果を出せていないので、どういった対応をするか注目です。秋広選手は2試合連続でスタメンを外れ、レフトにはウォーカー選手が入りました。代打で結果を出していて、スタメンで使いたくなる気持ちはわかりますが、やはり守備を考えるとスタメンで起用するのはかなりリスクがあります。セカンドには今日も吉川選手が入っていて安心しました。悪天候のため30分遅れで始まった試合は、初回に巨人がいきなり連打でチャンスを作りますが、4番の岡本選手が併殺打に倒れ先制のチャンスを逃します。2回にも2アウトランナー2塁のチャンスを作り、試合前まで横浜スタジアムの打率が7割を超えていたブリンソン選手が先制のタイムリーヒット。相性の良さを早速見せます。3回にも坂本選手のツーベースなどでチャンスを作り、先ほどチャンスで併殺打の岡本選手が最低限の犠牲フライで3点目。4回には2アウトからブリンソン選手、ピッチャーの山崎伊織選手の連打でチャンスを作り、吉川選手が今日マルチヒットとなるタイムリーヒット。吉川選手のマルチヒットと打点はどちらも4月19日の佐賀での試合でホームランを打って以来でした。5回にも坂本選手が球団歴代最多のツーベース記録を更新する通算423本目のツーベースでチャンスを作り、ウォーカー選手がタイムリーヒット。2回から毎回1得点ずつ積み重ねていき、試合を有利に進めます。守る方では3回に振り逃げでピンチを作り、嫌な流れで門脇選手がいい判断でホームで封殺。センスのある守備を見せます。先発の山崎伊織選手は5回までわずか1安打で抑えるナイスピッチング。しかし6回に佐野選手にホームランを打たれ、さらにウォーカー選手のまずい守備もあり、ワンアウトに3塁のピンチを作ります。5回の時点でウォーカー選手は3打席を終えており、リードも4点あったことから、レフトの守備は5回裏から変えておいてほしかったです。その後2アウト満塁まで行きますが、山崎伊織選手は外選手を三振に仕留めて踏ん張りました。ただこの回に球数がかさんでしまい、100球に達してしまいました。7回に岡本選手がデッドボールを受けた場面は終わったと思いました。あのような場面で骨折して離脱する選手を何人も見てきたので、岡本選手が一塁に歩き出した時は本当に安心しました。7回も続投した山崎伊織選手はワンアウトからヒットを許したところで降板。結局6回と3分の1をソロホームランによる1失点のみでクオリティスタートを達成。これで今シーズンは阪神戦で8失点で炎上した以外の3試合すべてでクオリティスタートを達成する安定感です。注目の継投ですが、7回は山崎伊織選手の残したランナーを高梨選手と直江選手がワンアウトずつをしっかり取り、返さずに終えます。そして鬼門の8回には三上選手が登板。宮崎選手、牧選手と怖いバッターをしっかり抑えます。最後のフォアボールがなければ完璧でしたが、巨人の8回はそううまくはいきません。続く関根選手を大江選手が抑え、先発が降板した7回ワンアウトから4人の投手で5つのアウトを取り、なんとか大勢選手につなぎます。今後も7回と8回はその日の状態や相手の打者を見て臨機応変に対応していくことになるでしょう。首位の横浜相手に連勝できたのは大きいです。打線も12安打を放ち、特に吉川選手にマルチヒットが出たことが大きいです。岡本選手に四球の影響がないか心配ですが、明日からも連勝を伸ばしていきたいです。このチャンネルでは巨人の試合が行われた日には試合終了後1時間以内にその日の試合の振り返り動画を投稿し、視聴者の方とコメントで感想戦などを行っています。よろしければチャンネル登録お願いします。明日からは東京ドームで広島との3連戦。広島の予告先発は太ももの故障からの復帰登板となる大瀬良選手です。今シーズンの大瀬良選手はここまで4試合に登板し2勝2敗、防御率は 2.57 という成績です。
今シーズンの巨人戦は4月7日以来2度目の登板です。その試合で巨人打線は大瀬良選手から7安打を放ちましたが、ピッチャーのビーディ選手のタイムリーによる2点しか取れませんでした。昨シーズンも巨人打線は大瀬良選手に対して対戦防御率 5.63 と苦手にはしておらず、ある程度の得点は期待できます。対する巨人の先発は横川選手です。ここまで5試合に登板し、大崩れすることはないですが、クオリティスタートを達成できたのは1度のみ、直近の登板4試合連続で5イニングを超えることができていません。明日は最低でも6イニングは投げてもらいたいです。今シーズン広島戦では、4月28日に先発の高橋選手のノックアウトを受けて、2番手で登板し、3イニングを2安打無失点に抑える好投で勝利投手になっています。広島打線に対していいイメージを持っていると思うので、明日も好投を期待します。主力打者の今シーズンの広島戦の成績を見ると、坂本選手が前回の対戦で1試合2本のホームランもあり、対広島にいい成績を残しています。岡本選手と大城選手も3割を超える打率は残していますが、ホームランはまだありません。秋広選手は前回の広島戦でプロ入り初ホームランが出ていますので、右投手の先発が続くことが予想される今回の3連戦でもホームランを期待したいです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。